時は群雄割拠の戦国時代、尾張の魔王織田信長の軍勢はその圧倒的な戦力をもって各地を蹂躙。その勢いは怒涛のごとく、いよいよ京都本能寺へと軍を進めていた。天下が魔王の手中に落ちるのももはや時間の問題であった。だがここにそんな魔王の天下統一を阻むべく、はやてのようにかける若武者たちがいた。 Hey guys! パーリーはもうすぐだ。準備はいいか。やはり天下統一を目指し奥州を立った独眼竜伊達政宗である。戦国バサラ2本次の編。その頃、信長を追って京へと入った伊達政宗は、行くぞ。もっと骨のある奴はいねえのかよ。それがし、真田幸村と申す。奥州独眼竜政宗殿とお見受けいたすが、いかに我が槍にかけて気候を止めてみせよう。おうおう、吠えるなよ暑苦しい。俺は強いぜ。You see? 無論。オッケー。いやどうした?もう終わりかい?独眼竜伊達政宗、まさかこれほどの力とは。いいね。だったら俺も全力で行くとするか。ショータイムだ。ウォーダイス!天正10年6月2日、本能寺没。その頃、伊達政宗は、なんて突進力してやがる。吹き飛べ。帰るぜ小次郎。